夢叶えるプロジェクトで姫のマヤ役を務めさせていただきました田口音羽です。本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、監督を務めさせていただきました大橋と申します。よろしくお願いします。はい、本日はこちら鹿児島県での、上映を迎えていかがですか？私鹿児島県出身で地元での上演を無事迎えさせていただいて、まさか地元鹿児島でこの映画を見れると思わなかったのでとても嬉しいです。こちらの作品はですね、日本最大級のエンタメビジネスコンテスト夢叶えるプロジェクトの映画化となりましたが、最初台本を読んだ時はいかがでしたか？知らない方でも内容を知ってもらえるような映画だなと思って、あと所々すごい素敵な言葉も散りばめられていて、すごいいい映画になるんだろうなっていう印象でした。ありがとうございます、撮影中に大変だったことや印象に残っていることなどあれば教えていただきたいです。 TikTok で見れる映像があるんですけど、そこで屋上での撮影があって、しかも夏で暑い中で日差し浴びながら屋上で高いところでの撮影で、それがすごい怖かったなっていう印象です。ありがとうございます。本編を見て印象に残っているシーンはありますか？主演の小栗有以さんがつまずいてる時に私が励ますシーンがすごく好きです。ありがとうございます、残念ながらお時間となってしまいますが、最後に一言ずつお願いいたします。今回鹿児島でこの映画祭を上映することになったきっかけが、まず一つは田口さんが鹿児島出身ということがありまして、あともう一つは私がこの後上映するんですけど、鹿児島県の徳之島というところで去年2本映画を作らせていただいて「クジラの島」というのと「峠の島」という作品を作らさせていただいて、まあ、そちらが鹿児島ということもあり、念願の鹿児島で上映をすることになりました。映画を通して地方を元気に日本を元気にできるような映画を今後とも作っていきますんで、皆さんご協力よろしくお願いいたします。今日無事上映できてとても嬉しい気持ちです。あとこの映画はすごい私自身も背中をすごく押されるなと思いますし、今日見ていただいた皆さんの心にもなんか響いたらいいなと思っています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらで映画夢叶えるプロジェクトの舞台挨拶を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。